大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか？俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか、初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのも、このアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場会の怒りを買うってことか？まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。走了这里，他也没有藏身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？
我现在就是救援钱先生搜救火你别管我吧你可别得意忘形啊伟田丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决我的今のは何だああ気にしなくていいアジア街はお前を歓迎するってさなんて言っても信じねえか、うん、そうだなああそれより顔役には俺から話をするお前は余計なこと言わなくていい俺に任せてくれいいなああ分かったここだお前も入ってくれチェン先生、ジェイ・ウォー・クーレン、スー・ルーベン・レン、ニブ・ザイ・イ・ヨン・ルーベン・イウバ。こちらはアジア街の顔役で、チンさん。チンさん、こちらが。飛龍一馬さんだね。元堂島組の。チン先生は、在日華僑に3人いる長老の一人だ橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めているアジア街に来るのは初めてだろう狭くみすぼらしい場所だ大したお構いもできず申し訳ないとはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよしかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた女子供含め多くの血が流されやがて我々は地下に押し込められた桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした無論承知しているただの世間話だよ失礼しましたその後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていたこの狭いアジア街の中でね小田さんそちらの客人はアジア街に歓迎できんよその人はあの堂島や警察にも追われているねここにかくまえば災いの種になるそれを言えば俺や社長も登場会に追われる身ですアジア街は同胞を見捨てることはしないだが桐生さんは日本人のヤクザだそれなのに橘不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない突発的なことでやむを得ませんでしたですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されますそれでも我々は別に困らない待ってください橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです今までうちとアジア街はいい取引をしてきましたその上でのたってのお願いです取引は対等なものだったこちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよあんた方に借りはない承知していますならこの件については別に金を用意します私の顔に金をくれとでも書いてあるかじゃあ他に何が必要です言ってくださいやめなさい礼儀を忘れて交渉はできませんよ小田さん社長立花あんたもういいのか陳さんお騒がせしています小田さん陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません私たちもアジア外にいる以上
そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。織田、もういい。事情はよくわかった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。わかった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。殻の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。よう、あんた。ん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの気はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。
そうだな、一泊10万でどうだ。はあ、なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。